ビルシュタインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインキンツヒ、軍北東の町村である。この町は、ホーゲルスベルク山地の南陸に位置しており、地元住民から愛情を込めて、ホーゲルスベルクの真珠とも呼ばれる。ビルシュタインは、北は、グレーベンハイン、東はフライエンシュタイナウ及びイシュタイナウ、アンデアシュトラーセ、南は、バートゾーデンザルミュンスター及びブラハトタール。 西はケーフェンロート及びゲーデルンと境を接する。この町は、ビルシュタイン、ベソゲゼス・アイ、ベソゲゼス・ツー、フィッシュボルン、ヘッタースロート、イルンハウゼン、キルヒブラハト、リヒエンロート、マウス・ビンケル、オーバー・ライヒエンバッハ、オーバー・ゾッツ・バッハ、ウンター・ライヒエンバッハ、ウンター・ゾッツ・バッハ、フェルツ・ベルク、ベトゲス、ビュースト・ビルエンドウとの各地区からなる。 ベスゲゼスアイとベスゲゼスツーとの分離はウィーン会議の結果に基づくものである。この集落を流れる小川、ブラハト川が国境とされたためである。両集落は約100メートルの距離にある。ヘッダースロート地区には以下の小集落が属しているヘイフェン、ビルケンシュテッケ、ローゼミューレ。これらの小集落は狭い範囲であるため、公式にその名前が使われることはほとんどない。 主流であるビルシュタイン地区には非公式な小集落ウンターベルクが属している。カストラム・ビアーソンスタインは1279年に初めて文献に記録されている。ビルシュタインの住民はその多くがプロテスタント信者である。町内にはプロテスタント教会の他にカトリック教会やその他の宗教施設がある。ビルシュタインには17世紀から ユダヤ人コミュニティが存在していた。1925年には住民の10.4%がユダヤ人であった。国家社会主義の初期にビルシュタインのユダヤ人の大部分が逃亡、流出し、1937年にユダヤ人社会は失われた。ビルシュタインで生まれ、あるいは居住していたユダヤ人、少なくとも26人がナチス時代に殺害された。 ビルシュタインの町議会は25議席からなる。ビルシュタイン上、ホーゲルスベルク制度。ありがとうございます。